リンゴの木5つっていうのを毛糸の、あ、毛糸あったっけ？でやっていきたいと思います。これ初見ですね。初見を楽しむっていうので、この1個前のリスってのやつをやったんですけど、18分の動画になっちゃったんで、ちょっとできなかったんですけどね。初見は初見で楽しみ、まあ、まあ。いつかこの左になんかあるやろ。いつか。だってスタート1ここおかしいもんね。なんか言うんですか。よいしょ。何やったっけ？リンゴ飴。リンゴ飴を探すということなんで、近っ！リンゴの木やなぁ、リンゴの木。そんなのいくらでもあるやろ。リンゴの木ぐらい。あった、一個あった、一個あった。一個ありました。2個ありました。これ簡単な予感がしてきた。ちょっとずれるやな、これ。完全 3D じゃないかな。うわー、ない。うわー、しまった。あ、いた。あれ？あれ？ごめんなさい。あ、なんか久しぶりで、もうこれ、積んだかなと思ってます、今。じゃ、こっち行けるわ。全然積んでねえし。これ踏むね。これ踏むね。あー、踏めんかった。ここ結構ね、いけないっすよね。なかなかこう。ギリギリなんですよね。なんか、リンゴやでほんの、でもリンゴっぽいなんかあれがあるな、毛糸が。リンゴっぽい毛糸もあるな、あそこに。ちょっとそろそろ、あー近い近い近いとこにある。そろそろさ、ちょっと頭をつかないと取れないリンゴとかもあるんじゃないかと予想してますけど。しまった。ごめんなさい。だから例えばさ、この裏のところ行ったところのさ、あんなに近くにあるはずないっていうのを一応こうめくってとかさしちゃったりはします。初見ですか、それは。すいません、マリア YouTube。 おお、その度にいたんや、それ。めっちゃ卵落ちてるやん、怖っ。今の気持ち悪い。卵がいっぱい落ちると気持ち悪いね。やっぱ爬虫類の、爬虫類の卵って気持ち悪いね。なんかあっちありそうかな。ちょっと一回見てみますね。ないですね。うわ、あった、こんなとこに。やっぱりこういうとこにあるんだ。あ、なんかでもそれ言ってたかもしれん。最初あったなって。でもね、この下にあるこれも怪しいなって思ってるんですけど、次のやつにあるんかな。っていうか俺、着ぐるみ取られてんてるやん。あれあったな、これ。難しい。じゃあ、ありがとうございました。よっしゃ、初見でいけた。リンゴは難しくなかったわ。難易度出てると分かりやすくていいんやけどね。そうすればさっきのクイーンチャッピーも、クイーンチャッピーじゃねえわ。なんだっけ。まあいいや。次こそ青い鳥やろな。違うんや。じゃあいっぱい探し物あります。またやっていきます。